かの有名な浜崎あゆみさんが一度激太りをしてですね、そこからまた理想の体型を手に入れてるんですけども、その際に行われてたダイエット方法というのを一つ紹介していきます。普段口にしている〇〇を変えることでより痩せやすい体を作ることができます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、その〇〇は何なのか、何をどうすればいいのか、どうすれば痩せやすくなるのかというのがわかります。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、かの有名な浜崎さんが理想の体型を手に入れた時のダイエット方法を紹介していきます。その方法とは水を変えるということです。いわゆる硬水ダイエットと言われるものです。普段口にしている水、それにはですね、ミネラルがとっても豊富に含まれてます。通常硬水というのは市販されているものでいうとエビアンとかですね、ああいったものは硬水になります。硬水っていうのはですね、飲んだことある方はわかると思いますけども、少しやはり飲みにくい味をしてますよね。で、軟水っていうのは味が全くないですから、ごくごくお水って美味しく飲めるんですけども、やはり硬水、その変な味がしている成分っていうのがやはりミネラルになります。ではなぜミネラルが豊富だとダイエットに効果的なんでしょうか。硬水に含まれるミネラルは基本的にカルシウム、カリウム、マグネシウム、サルフェートと呼ばれる4つの成分が豊富に含まれています。一個一個分けるとですね、カルシウムは脂肪が小腸から吸収されるのを防ぎます。カリウムは塩分を体外に排出する成分になります。マグネシウムは糖分をエネルギーに変えるというとっても大切な役割です。ダイエットの際でも糖分もちろん必要です。それをエネルギーに変えなければ脂肪として残ってしまいますから、マグネシウムというのもとっても大切です。最後にサルフェート、これはチンチン代謝をアップさせます。要は代謝をアップさせることができますから、ノンカロリーでこれだけの成分が含まれている硬水っていうのはもちろん取り入れるべきだなというところがあります。ですがただ水を変えるだけで本当にダイエットができるのって話になるんですけども、通常の水、普通のミネラルウォーターですよね、軟水、これはですね、 100ml あたりミネラルが 1.15ml 含まれております。それに比べて硬水というのは 100ml あたり 40ml のミネラルが含まれてます。実質ですね、35倍近くミネラル量の差がついてきます。ノンカロリーでほぼ無制限に摂ることができます。水というものは全ての生き物に対して基本となるものですから、これを軟水から硬水に変えるだけでですね、今まで痩せにくかった方が痩せやすくなる、そういったことももしかしたら起きるかもしれません。あまり水を飲まないって方はですね、やはりこのミネラルが不足して、マグネシウムが不足してしまえば糖分をエネルギーに変える役割が少なくなる、カルシウムが減ってしまえば小腸が栄養素をしっかり吸収して少ししか食べてないのに太ってしまうような体ができてしまいます。ですので、しっかりこの硬水に含まれている栄養素4つをしっかり理解してもらってですね、ノンカロリーな水なのでしっかり飲んでもらって、痩せやすい体、ダイエットに成功してもらえたらと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。